はい。今回は、ローンチとウェビナーの違いについてなんですけれども、まず、ローンチとはってことですね。プロダクトローンチ、ローンチについて見ていきます。ローンチっていうものは何かっていうことで、難しく考えず、これだけ覚えておいてください。まず、ローンチとはなんですけれども、ステップメールっていうのがありますよね。順番に送られてくる、自動でね、配信されるメール配信の仕組みなわけですけども、ステップメールと一緒に動画というものを送ります。 ステップメールと動画が合わさった段階でローンチと呼んでも構いません。なので、ステップメールと一緒にローンチ動画ですね。動画を送るとで。その動画は動画講座という位置づけで数回にわたり、例えば3回、4回ということに動画講座1、動画講座2ということで数回にわたって視聴をしてもらうわけです。で動画講座の最後の動画ですね。つまり最後の講座です。で、セールスを行います。 でそこで、例えばランディングページを紹介して、ランディングページに誘導して買ってもらうと。これがローンチの全仕組みなので、これだけ定義をしてください。3つですね。ステップメールと一緒に動画を送り、動画講座を数回にわたり一緒してもらい、動画講座の最後の動画でセールスを行う。これがローンチになります。でローンチってね、こう絵で見るとわかりやすいと思うんですけれども、こういうイメージになります、まあ。ランディングページとかセールスレターって縦型のありますよね。縦に長いページです。それを横にしていただけますかね。 横にして、1通目、2通目、3通目、販売ということで、小分けにしてメールと動画で送っていくもの。これがプロダクトローンチになります。ランニングページ自体はね、作ったことある方多いんじゃないでしょうか。これを横にして、動画で小分けにしてお送りしていく。これがプロダクトローンチになります。ローンチっていうのはもう一度ね、まとめますけれども、見込み客を正しい順番で教育していく仕組みですよと。伝えるべきことをメールプラス動画で 伝えていいくととうことですねでセールスレター、ランニングページを横にするイメージになります。で、まあ、名前ですね、位置づけとしては、無料動画講座ということで、無料オファーとして表に出していって、で、動画を順番に流していく。これが仕組みですので、無料動画講座とくれば、まあ、ローンチなんだろうなということで、当てをつけていただいて、まあ、仕組み自体は非常に簡単ですので、今の流れでローンチっていうのは理解をしておいてください。